しょうがないでしょ、置く場所ないんだから。そうだけど、捨てられないのよ。ちょっとこっちに置いていてもいいでしょ。
し、連続で今季最高温度を更新してますからね。そうですね、ちょっと熱が下がってくれればどうにかなると思うんですけどね。そうですね、水不足は困りますよ。潤いがなくなっちゃいますから。あのさ、私ちょっとすごい話聞いちゃったのよ。あのね、みくりのお兄さんが結婚するかもしれないんですって。まあ急に決まったことみたいなんだけど、まだお見合いの段階なんですって。それがね、お見合いの相手があんまり良くないみたいだわ。なんでも結婚した後はあの家に住んじゃうから、できればみくりには出て行ってほしいみたい。まあ新婚夫婦のいるところに小獣人がいるのは嫌なんだろうけど、そんな露骨じゃね。それにそのお見合い相手、話通りなら私も嫌いな人なんだよね。みくりも知ってる人なんだけど、大学の時の先輩なの。でも最悪の人間なのよ。
でも確かに新婚夫婦のいるところに住めないじゃない。あんただってそうでしょ。それでみくり精一杯頑張って大人になろうとしてるみたいなんだけど、あんたそのことを知ってた？聞いてますよ。お話をどうぞ。そうですね。確かにその人は私にとって都合がいい。ですが、あまり私は乗り気じゃないのですよ。この加倉井病院のことも心配ですが、私にとってはまだ結婚は必要だと思えないので。ですが、何をもってその人を成功者だというのかは人それぞれですからね。大体私自身、自分が成功者だなんて思ったことは一度もないですよ。大体お見合い相手の人は、みくりの存在をよく思っていないとか、そういうふうに聞きましたけど。とにかくですね、私はみくりのことを邪険に扱う嫁は必要ないんですが。
そんな勝手に。わかりました、わかりましたよ。あなた方が私に結婚してほしいのはよくわかりました。ですけどね、本当に結婚するかどうかはその人に会って私が決めます。それまで勝手な行動は慎んでいただきたい。何をしてるんですか、そこで。人の話を立ち聞きするなんてみっともないですよ。それもお兄さんとおじさんおばさんのお話を。殴られるようなことをするからですよ。そうやって人の家の事情を覗こうなんて最低の人間のすることです。心配されることはないです。そんなことないですよ。それは。それは、そうですよ。だってお兄さんが結婚したら、そこはお兄さんと未来のお姉さんのお家になるんですから。みくりはもう成人してるし、結婚しようと思ったらここから出ていかないといけないんです。それはみくりが落ちこぼれだからだし、お見合いする人はとても綺麗でお仕事もできる大人の女の人なのです。みくりは自分のことがちゃんとやれないのです。大人としてはお仕事もできてないし、大人らしいこともできないし、こんなじゃお兄さんに恥をかかせます。
クリのお兄さんはすごい人なのです。とても優秀なお医者さんなんです。本当はアメリカからとかお呼びがあったんですよ。そのくらい偉い人なのです。なのにおくりは味噌カスです。お兄さんに釣り合うくらいしっかりしたいのに、いつもお兄さんに心配させて。だからThank you.